中山正樹中山正樹は牧師、神学者、翻訳家。金沢市に生まれる。1910年明治学院卒業。ヨーロッパ中世に関心を持っていた。彼は、まず、ダンテ・アリギエリの新曲と新生を翻訳した。1934年に、ジャン・カルバンのキリスト教公用を翻訳し、戦後の渡辺忍役が出るまで用いられた。 キリスト教公用の原稿は、背丈の高さほどに達したという。中村里氏は、戦前に、アジアで、キリスト教公用の善訳を持っていたのは日本だけで、あり、日本では高度な新学書が、いち早く翻訳されてきたと言っている。アウグスティヌスの、告白、トマスア・ケンピスの、キリストに習えいて猛訳している。キリスト教公用の役者所で、2000年の長き、キリスト教史上、 あらゆる意味においての最大著作は、アウグスティノスの神の国とトマスアクイナスの神学大全とカルバンのキリスト教公用との参書だとし、今日の我々にとって最も重要なのはカルバンのキリスト教公用であると述べ、カルビニズムは欧州を救った。それはまた世界をも救わねばならぬ。世界の将来はカルビニズムの神にかかっているのである。と主張している。 三尾化の翻訳者であり、三尾化には、九番力の主を、十二番恵みゆたけき、おもう、二十四番父の神よ、夜は去りて、七十五番ものみなこぞりて、九十六番えさいの根より、百二番もろびとごあげ、百八番いざ、歌え、いざいわえ、二百五十八番聞きみかみよ、三百四番まことなるみかみ、三百三十四番偽りの世に、四百十七番、 久しくちに死が収録されている。日本福音同盟、21世紀の福音派のパラダイムを求めて、命の言葉者日本音楽著作権協会、賛美歌略芸、ありがとうございます。